ダウンエレクトロはギター、ベース、アンプ、エフェクターに特化したアメリカの楽器、アクセサリーメーカーである。ネイサン・ダニエルにより1947年に設立され1940年代を通して通販大手のシアーズ・ローバック社、モンゴメリー社のためにアンプを製造。1954年にはダウンエレクトロブランドのソリッドボディエレクトリックギター及びアンプの製造を 開始。同時に下請けとして、ダウンエレクトロブランドではなく契約先の店舗ブランドのでのギター、アンプ製造もいった。ディップスティックピックアップ後のホローボディギターは、シルバートーンが、栗色のビニールカバー、ダウンエレクトロは、軽いツイードのカバーという違いで区別され、双方とも、デュアルピックアップモデルには、スタックタイプのトーン、ボリュームノブが使われ、 また口紅のケースにメカニズムを詰め込むという発想によるリップスティックピックアップが使用された。これらのラインはそこそこ高音質なギターを低価格で提供することを目指した実用的ギターである。1956年には6弦エレクトリックベースを発表。これはフェンダーのベース6をはじめ他社にも追随された。 六弦ベースの人気は特に実証されてはいないが、チックタックベースを実現する楽器として、ニッチで持続的な需要をナッシュビルで得た。コーラルのホローボディのボディは日本製。河合が製造し輸出していた。1966年にダン・エレクトロア MCA に売却された。翌年ホローボディとエレクトリックスタールで知られるコーラルシリーズを発表した。 1969年 MCA の大規模百貨店への展開をやめ小規模楽器店での販売へ転換するという試みによりダンエレクトロの製造設備は閉鎖された。1990年代後半エベッツ社がシルバーストーンとダンエレクトロの古いギターのコピーと新たに設計したコンパクトエフェクター及び小型アンプの販売を開始した。今日ダンエレクトロは コンパクトエフェクターを主要製品としており、オリジナルエフェクト、ファブエフェクト、ミニエフェクトの3つの製品群がある。すべて 9V のバッテリー以下、AC アダプタで駆動する。オリジナルはダウンエレクトロ初期の製品に似ている。ファブは一番新しく現代的にデザインされた製品である。ミニはオリジナルやファブを小さくしたコンパクトエフェクターである。近年、 ミニを5台収容可能なキャリーケースが開発された。演奏時には蓋を取り外し、底部をペダルボードとして使用可能である。ミニの数々の長所にもかかわらず、よく見かけるのはファブである。ミニのプラスティックは品質の評価が高いが、演奏時には不十分なのである。ありがとうございます。